なんか、遅れすぎてないかしら。きっと誰かがやらかしたんだよ。ということで、どうもこんにちは立川ミルと。人統一魔法世界論でおなじみ、岡崎夢美よ、よろしくね。とりあえずいきなりの展開で困ってる人が多いと思うので、ここまでの話をすると、保安検査を通過してからいつまで経っても登場が始まらないって状況だね。放送を聞いてる感じだと預け荷物に預けれないようなものを入れた人がいつまで経っても来ないみたいね。またミルの呪いかしらね。ひどくない?動画にしてないだけで今まで一度もトラブルなかったことないわよね。ということで今回乗る飛行機は A350-900 だね。とりあえずこの席みたいだから座るわよ。じゃあ奥に行きましょうかね。この便は日本航空314便、東京国際空港羽田行きでございます。本日は福岡空港悪天候のため、皆様の機内へのご案内出発が大幅に遅れましたことをお詫び申し上げます。ということで大幅遅れですが出発です。まあ帰れればいいのよ。終わりよければ全てよし。まあそうだね。ということで早速個人モニターで遊んでますね。どうやら機外カメラがついてるみたいで色々見れるわ。プッシュバックの映像を見れるのは面白いね。ということで離陸です。今回はせっかくなので機外カメラから見ましょうか。そしてどうでもいいのですが、自分が日本航空に乗るのは人生で2度目だったんですよ。それがどうしたの？でも初回の方は覚えていないので、これで実質羽田福岡線の4社全部に乗れたってことですね。ああなるほど。普段 ANA を使ってる人から見た JAL 搭乗機ってことね。ということでサービスが始まったらその辺を紹介しようと思います。にしても今までヤバ好きで耳痛くなったことないんだよな。今イヤホンつけてるみたいだけど、イヤホン貫通することってあるの？今までいろいろ乗ってきたけど、777の時はイヤホンあっても耳痛めてたね。おそらく個人差もあるのかもだけど、エアバスの方がいいんじゃないかしら。ということで雲に入っちゃったのでカットしましょうかね。ということで機内の方を見ていこうかなと思います。まずは座席周りから。個人モニターは後にするとして、テーブル周りからですね。ドリンクホルダーが分離してるわね。こんな感じで開きます。ペットボトルではなく紙コップ向けかなという印象です。機内サービスは紙コップだから当然ね。次にテーブル本体ですが、個人モニターがあるので2段階に開きます。基本的には最大まで開かないと細すぎるわね。まあ軽く物を置く程度なら使えるかな。では最大まで開くとこんな感じです。わかりにくくて申し訳ないけど、まあ普通の特急列車くらいは開いてると思うわ。とりあえず綾鷹でも置いておきますか。ということでここからは個人モニターで遊んでいきます。映画とか色々見れるんですけど、著作権的にその辺は出さないでおきます。で、これはマップね。で、機外カメラが、これじゃ見れなさそうね。まあさっきみたいに垂直尾翼上と前輪付近の2種類に切り替えれるよ。そしてここで残念なことに飲み物のサービスを打ち切るとの話が来ました。コンソメスープやスカイタイムとコーヒーどれも人気だけど残念ね。ちなみに個人的にはコンソメスープが美味しかったです。いつ飲んだの？おとといだね。個人的に JAL に乗る機会があったので。ということで着陸ですね。ここまで乗った感じだとエンジン音がそこまで気にならないのは良かったわね。おととい乗ったボーイング767-300ER は会話も厳しいくらいうるさかったね。あとは揺れもそこまで気にならなかったかな。一度だけ結構でかい揺れはあったけど。揺れは機材より天候の影響の方が大きいよね。見るはいつになったら晴れの動画を出せるのかしら。今まで飛行機10回乗ったけど半分以上雨だったな。ついでに言うとトラブルも多かったな。さて、そんなことは置いておくとして。さっきの機外カメラではもう正面に滑走路が見えるわね。少し視界が悪いのかな。まあカメラ越しだから実際はもう少し見えるんじゃないかしら。このまま降下して問題なく着陸できそうだな。それがフラグにならないといいわね。さすがに5アラウンドはありえないでしょ。まあそうだけどね。ではここからノーカットで動画回しますよ。実況も止めるわね。
東京国際空港羽田に着陸いたしました。この飛行機は北ウィング17番ゲートに到着いたします。本日はお急ぎのところ福岡空港悪天候のため出発が大幅に遅れまして、こちら東京国際空港への到着1時間ほど遅れましたことをお詫び申し上げます。ということで今回で第4次九州遠征期は終了ですね。 A350 はとても良かったので、ぜひ皆様も乗ってみてはいかがでしょうか。ここからは東所沢駅まで東京空港交通のリムジンバスに乗って帰ります。今後番外編としてリムジンバスの乗車記を出そうと思ってるわよ。出すとは言ってないんですけどね。出してください。頑張ります。ではここからは帰宅映像を入れながらエンディングとさせていただきます。いつも通りこだわってるのでぜひ見てくださいね。